せっかく全勝のザックを止めたのに悔しい結果だ。クソ、この負けは痛すぎる。切り替えるよ翔太は。フェイクとかモノマネとか言われてるんですけど、もともと人間って誰かのモノマネなんで別にいいんですよ。ただそれを自分のものにしてるかしてないか、あいつがそれを自分のものにしたら最強になるよ。